仕事が終わったらまた来るで。ええな。せや、グランドに顔出すついでに山形藩が言ってたキャバクラの視察でもしてみようかな。この近くやと砲丸寺横丁の方にあるやろか、ちょっと寄ってみようか。いや、ほんとあの二人のさ、会話に聞き入ってしまったよ。なんかこう、うまくね、言葉に、ね、出して言わなきゃいけないんだけど、なんだこう、胸がね、こう締め付けられる感じ。マゼマさんにもさ、やっぱ思う部分があったりとかさ、あ、猫ちゃん。あ、見て。あ、待て待て待て、今。見てね、あ、ちょ、見えない見えない、ちょっと待って。あれ猫ちゃんの溜まり場が、こんなところに入れないけど、見てみんな、見えた今。すごいいっぱいいる、ちょっと待って、見えない。あ、ちょ、これ。わぁ、見て、すごい。いっぱいいる。もうちょっとこっち行って。これ、これアングル下手くそすぎか。猫ちゃんがいっぱいいるよ。かわいいね。おいしょおいしょ。キャバクラに行けばいいのかな。ここかな。キャバクラって結構広いのかな。どこ？これ？あ、これか。あの、いかがですか、お客さん。ちょっと遊んでいかれませんか。行ってみるか。私、この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をおつけできますよ。いかがです。サンシャインか。こんなところにこんな店あったやな。あれだね、グラードとかさ、オデッセイみたいにでっかいお店ってわけじゃないんだね。この店はキャバレーか。いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか、ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんねん。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。あの山形が理由もなく進めるはずない。きっと何かあるはずや。入ってみようやないか。わかった、案内頼むわ。その代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれ。もちろんです。さあどうぞこちらに。おい、なんかちょっとスナックと似てるね。ん、そんな店は広くないか。なんやこの店、全然流行ってないやないか。客が俺しかおらんとはな。貸し切りだよ、貸し切り。とびっきりの可愛い子つけてくれよな。 お、どれどれ、ナンバーワンだからね。当店ナンバーワン嬢、ゆきちゃんです。ゆきちゃん、お、かわいいな。かわいい、かわいい。やっぱでもさ、好きそう、こういうね、ナチュラル美人好きそうだよ。お、おう、よろしくな。なんや、ナンバーワンにしたら地味な子やの。いや、好きなくせにこんな地味な子が。わじまさん、知ってんだよ、私は。こんな地味な子が好きなことは知ってんだよ。地味というかナチュラルな感じだよね。それでは乾杯しましょうか。なんかぎこちなさがいいね。乾杯。かっこいいな、まじまさん。お酒が似合い、お酒が。気まずい。こいつほんまにナンバーワンなんか。あのすみません、私こんなんで。いや別にええけど、でもほんまにあんたナンバーワンなんか。ええ、一応。ただこの店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけどね。3人か、まだ3人ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。グラウンドに比べたらね、はい、ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、ファイブスターが現れてからはずっとこんな感じで。ファイブスター、ファイブスター、なんやそれ。蒼天堀ファイブスター、蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラは
どんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや、そんなに人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて、なんか別の理由がありそうだね。なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。まあ夜の業界あるあるだね。嫌がらせ。もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。誰誰、いきなり。毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。小物か半端ないけど。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。言ったね店長。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠は。小物か半端ないけど、小太りの男。ないでしょう。なんやあいつ。あれがさっき言った送電堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは送電堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。日野か。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。だからお客さんもこんな少なくなっちゃったのか。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。じゃあ日野、もちろん今なら日野の服装がさ、立ち退き費用と謝礼は全部ドットなの。どうにかならんのかお前。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。そんなダサい格好してもなんかね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょ。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。だね店長、いいよいいよ。その息だ。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長、他の店のように簡単には落ちないみたいだ。お前みたいなドット野郎にやるか。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいますよ。な、何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。このドット野郎が二度と来んじゃねえ。ああそうだ、まだなんかあるのか。そういえばあなたの娘さん、東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー可愛くてびっくりしましたよ。いやーそれにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがヤクザや。もし万一日野、どっか日野襲われたりしたら。お前娘に何かする気か。それはダメだ。さあ私は別に何も、ただそういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですから、くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますよ。もう来んじゃねえ。くそ、私はどうすればいいんだ店長。どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな店長。あ、お客さんすみません、お恥ずかしいところお見せして。気にするな。それにしてもなんなんやあいつ、蒼天堀ファイブスターだったか。なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。
蒼天堀ファイブスターはお互い手を組んで蒼天堀のキャバクラをすべて自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべくたくさんの店が出店していて栄えていました。一応いろんなお店はあったんだね。彼らファイブスターは手段を選ばず金を使った引き抜きや嫌がらせ暴力による圧力などで次々とここに店を乗り込んでいました。もうヤクザやん完全に。その結果蒼天堀に残っているキャバクラはそうだったのか、彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかしなんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんよ。詳しいことは分かりませんが噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す？はい。なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大手店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することでそこに渦巻く金や利権人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。お店自体はさ雰囲気いいけどね、まあ、お世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もう奴らの要求を飲むしかないんですかね。あんな奴らの悪事に屈してしまうのはすごく悔しいんですが、この町がどうなろうと知ったこっちゃないが、こんな奴らに好き勝手させとくのは頭にくるの。それにこのままそいつらを野放しにしとったら後々グラウンドの経営にも影響が出て俺に面倒が降りかかるかもしれん。キャバクラ中ビジネスにも興味あるし勉強がてらここは一肌脱いでやるかの。お、しゃーないな。マジモさんが助けてくれるの？俺が手伝ったるわ。おお。え？そうなのかマジモさん。俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。いやまさか支配人がって感じだよね。ええー。いやそりゃそうなるよね。確か敏腕と噂のあなただったんですか。そりゃびっくりするよね。まさかだもんね。俺としてもそのファイブスターとかいうやつらにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わ。俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したので。おお、いいねいいね。いいんですか、グランドの支配人さんがこんな寂れた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラ中業務形態に興味もあるからな、いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございます。お客さん、お客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。マジマや、一丁頑張ろうぜ。マジマさんですね。何卒よろしくお願いします。おお、あ、ここが更衣室か。ここがバックヤードかいな。あ、バックヤードっていうのね。更衣室じゃなくてバックヤードね。はいはいはい、ええ、スタッフ控室みたいなものですね。店に関するあれこれや女の子の管理などはここで行っていきます。あとマジマさんにはうちの支配人をお願いしたいんですがよろしいですか。ここの支配サンシャインの
支配人もなるのかも、ジモさん。何やって？支配人、いきなりか。本当だよね。いきなりすぎたよ。ええ。はい、実績も終わりのようですし、私がトップにいても、この店は良くならないと思います。マジモさんに全権を託したいんです。もちろんその代わりに私は店員としてマジモさんのサポートに徹しようと思います。お願いできますか？わかった。あんたがそこまで言うなら俺も覚悟決めるわ。任しとき。ありがとうございます。よろしくお願いしますね。マジモ支配人。ここでも支配人になっちゃったよ。ふっ、なんか照れくさいの。いつも言われてるけどね、グランドではね。さて、それでは早速キャバクラの運営に関しての説明をさせていただこうと思います。ただ、マジマさんもお忙しいと思いますし、説明することもいろいろありますので、ご都合がつくときに私に声をかけてください。あ、ここがアジトってことはあれなのか。キリュウさんは不動産経営で、マジマさんはキャバクラ経営ってことね。なるほど。そういうことか。ここがアジトってことね。わかった。せっかくならね、これちょっとやっていくか、一応セーブして、おいし。いや、意外とさ、バックヤードもしっかりしてるよ。ほら、女優鏡があるよ、ちゃんと。こんなライトもさ、いいの、しっかりつけてさ、そして、ここにラジカセが、大事よ、ラジカセ。あの、知識をね、つけるためにもね、ニュースとかさ、面白いラジオ聞いたりするにはいいのかもね。それじゃあ、とりあえず話聞いてみますか、いろいろ。マジマさん、キャバクラ運営に関して説明させていただこうと思うのですが、ご準備よろしいですか？はい。ああ。説明よろしく頼むで。はい。それでは説明を始めますね。なるほどな。とまあ、概要はこんなところですかね。もう一度説明しましょうか。いえ。いや、大丈夫や。了解です。では、次は、実際に営業と営業の準備をやってみましょうかね。こういうのは実際にご自身でやられるのが一番覚えると思うので、早速やってみましょう。細かいフォローは入れさせていただきますよね。じゃあ一応やったるか。トップメニュー。なるほどね。はいはいはい。ちょっとやってみるか。まあ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 。回転準備だな、まずは。あ、3人。ちょままね、在籍確認でしょ。ゆきちゃん、ゆきちゃんからか。ドレスアップ見てみるか。いいドレスあるかな。なんかいいドレスある。ドレス、はいはいはい。あ、まだこれしかないのか。いや、ゆきちゃんさ、結構さ、顔がナチュラルで可愛いからさ、ここはさ、清楚感を出してやっぱ足は出してこうかね。足ちょっとこれいいじゃない。ミニスカートで購入しますか。任せろ。したらヘアスタイルだな。あ、いいじゃない。ちょっとちょっと待って、顔がナチュラルだからな。いや、これはない。このツインテールはない。メイド喫茶ならウケるけど、これはちょっとね、ダメですね。ここはどうするかな。まあ、首元すっきりさせたいよね。したらここはこれかな。はい。髪の毛を黒髪よりかはちょっとアッシュっぽいね。茶色がいいかもしれない。こう、まあ、栗色っていうの。だいぶ垢抜けてるよ、ゆきちゃん。いいじゃない、これ、この髪色。あ、いいよ、いいね、いいね、いいね。じゃ、まずメイク、メイク。メイクだよ。まあ、元がいいからね、まず眉毛は。眉毛はね、こんな感じ。いや、ちょっといいじゃない。これはね、おじさん受けするね。顔だよ、顔。で、まつ毛、眉毛も、髪色と合わせて。で、まつ毛。まつ毛は、こうパッチリ、ナチュラルでパッチリとさせた方がいいよね。目はね、アーモンド型だから、ここはナチュラルにしますか。いいじゃない。こんなね、ブラウン
で、まつげはね、ブラウンにするとね、目元がね、より優しく見えるんだけど、ここはね、ちょっとくっきりとさせたいから、まつげは黒でいきますか。それアイライン、アイラインどうしようかな。あえてナチュラルの方がいいよね。したら、あえてこんぐらいのナチュラルはいいかな。いや、ない方がいいな、まつげ。まつげはくっきりしてるからね。したら、アイシャドウ。アイシャドウは、ここもナチュラルの方がいいよね。ナチュラルにしときますか。コンタクト。コンタクトは、いや、黒コンでしょ、黒コン。ここはくっきりとね。はいはい、黒子ね、くっきりと。チークはね、ほんのりほんのりがいいよ、ほんのり。あ、いいねいいねいいね。ほんのりピンクがいいな。薄いピンクがいいね、薄いピンク。こんな感じかな。あ、わしわし、リップリップ、ナチュラルな感じがいいんだよな。お、これがいいじゃない、これこれ。どうだ、お、いいじゃないいいじゃない、どうどう、なかなかいいじゃないこれ。アクセサリーした、ここはまあアップスタイルだからさ、やっぱさイヤリングは大事だよね。でここはねハートでいきますか。お、かわいい。で、あとはネックレス、ネックレスもねシンプルがいいね、シンプル。ちょっとシンプルがいいんだけど、結構ごつくない、ごつくないかこれ。あんまシンプルなのがないな。パールか。でも耳元がねハートだから、ちょっとこれつけてみる、購入してどうかな。ネイル、ネイル、ネイルは、いや、ネイルはあえてねしない方がいいな、ここは。あえてここはでしないよね。時計はもちろんつけてた方がいいよ。で、ここは、あー、でもなんかちょっとこれだとな、服装に合わないからな。どうだろう、ちょっとな、ま、選ぶならこれかな。はい、ブレスレット、ちょっとこっちくなっちゃうな、これはダメだな。ヘアアクセサリー、あ、カチューシャでも可愛いけどね。もうここはいてシンプルでいて、香水と、香水はほのかにね、ほのかに完了。どうどう、いいじゃない、ちょっとこれ可愛いよ、可愛いよ。これさ、靴選べないの、靴靴靴靴靴選べないのか。あ、調子どう。一応シルバーアクセでさ、アクセサリーはさ決めたけど、まあ、これでとりあえず完了かな。え、だいぶさ、見て、ビフォーアフターわかる、ビフォーアフターとだいぶ変わったんじゃない、ゆきちゃん。ナンバーワンの風格が出てるよ。とりあえずこれでまず完了。はい、キュート系のね、ゆきちゃん出勤メンバー編成。なるほど、ゆきちゃんと遠藤さんとなべこさん。あ、これじゃあゆきちゃんだけはドレスアップできるのか。なるほどね。他にはでも選べないもんね。練習してみる。練習ってどんな練習だろう、ちょっとやってみるか。接客練習やってみよう。お、かわいいじゃん、ゆきちゃん、いいよいいよ、かわいいよ。それじゃあ練習始めようか。いや、え、見て、みんなどうどう、アンリがセレクトしたゆきちゃんさん、どうですか、かわいくない。ちょっと我ながらセンスいいなと思ったんだけど、これさ、隣で座ってたら絶対指名するでしょ、みんな。ちょっと我ながらのセンスを感じてしまうわ。はい、よろしくお願いします。こんなん、こんな女の子よろしくお願いしますって言われたらさ、シャンパン入れちゃうね。ん、なや、ゆきちゃん緊張してるんか。で、別に緊張なんてしてませんよ、これは。
武者ぶらりで意外とさ そんなギャップだね。ギャップ、いやギャップで面白いじゃない、ゆきちゃん。ほうすら頼むし、じゃあ今から俺をお客さんやと思って会話をしていくけど準備はええか。はい。は、はい。ゆきです。本日は私と楽しくお話をしていただきたく。いただきたく、なんか硬くないか、ゆきちゃん。ほんまに大丈夫か。かわいい。いや、かわいいよ。ちょっといいんじゃない。ほら、まず無難な話題からいってみようか。とりあえず趣味の話やな。趣味の話ですか。私の趣味の話をすればいいですよね。ああいいよいいよ。なんだかんだまだお互いのことあんまり知らないしな。会話練習ついてにいろいろ分かり合おうや。いや、かわいい。ちょっと待って。いや、皆さんどうですか、ゆきちゃん。さっきとさ比べるとだいぶさ垢抜けてさ、ナンバーワンの風格出てない。これ趣味ですよね。かわいいな。何かあったかな。趣味あ、お、あった、ゆきちゃん。ん、何かあるか。はい。お、私趣味でしたダメやちょっと待って、あれ顔は可愛いけど中身天然なのかな。ちょっと、いや、まあ、でもまあでもギャップでこの天然、あ、まあ見た目が可愛いから、まあこういう天然でも許されるっちゃ許されるのかな。おいおい、キャバ嬢たるもの、そういう回答わかんねん。趣味ないって言われたら会話が後に続かんやろ。そうね、会話を続かせたいならなんかね、何でもいいから、とりあえず趣味、まあ趣味じゃなくてもハマってるものだったりとかね、そういうものを話題にした方がいいよね。だって私本当に無趣味で、あ、趣味と言っていいのかわからないですけど、毎日日記を書くようにはしてますよ。お、いいじゃん日記。ほう、日記ね、ええやん。どういった内容の日記を書くんや。今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。いいじゃん、ギャップでさ盆栽。いや、これいいよ。あの、あえてさ、こういう女の子がさ、え、盆栽みたいな興味を引くような答え。いや、これはね、ちょっと皆さん、ゆきちゃんを参考にね、意外性をつくところがまたね、お客さんのさ興味を引くのかもしれないね。盆栽？ちょい待てよ。おいおい、しれっと言ったけど、なんや盆栽って。え、日記よりも盆栽の方が趣味って言えへんか。お客のおじさん連中もそっちの方が食いつけえと思うけどね。え、絶対食いつけえと思うよ。あ、なるほど。おい、いいね。確かにそうですね。真島さんって意外とよく気がつく人ですね。いや、ゆきちゃん可愛いじゃん。いや、いいね。なかなかアンリセレクトのゆきちゃん、アンリがチョイスしたこのアフターのゆきちゃん可愛すぎるんだけど。ゆきちゃん、俺のことなんやと思ってるんや。でも、なんで盆栽の方を趣味だって言わんのや。私なんて盆栽歴8年くらいですから、盆栽界の中ではまだまだひよこ。趣味なんて言ったら先輩たちに怒られちゃいます。いや、8年ってだいぶ趣味長いんじゃない。うん、そうそうか、十分すごいと思うけどね。え、いいじゃんいいじゃん。いや、この笛に見せるこのさハニカム笑顔よ。いや、どうですか皆さん、ちょっとコメントしてね、みんなこの動画見たらコメントしてね。あの、この子がキャバクラにいて、この子がいたら指名するかしないか、ちょっとコメントで皆さんお待ちしてるんでコメントしてください。どうしたどうした、ゆきちゃん。まあ、でもこのコマ笑顔がなんかさ小動物っぽくて可愛いんじゃない。ゆきちゃんって客が喋らんようになると自分も喋らんようになるよな。そうなんですよね。なんか私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。めちゃくちゃ可愛いんだから大丈夫よ。いや、
失礼なわけあるかいな。お客さんは女の子と喋りたくて来とんのよ。むしろ自分から話題を振っていかなあかんで。でも私お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうすればいいんでしょう。まあね、そうだよね。まあとにかくね、ここはね褒めることよ。とにかく褒める場所を見つけるんだ。何を話したらいいか分かるのやったら、とにかく相手の男を褒めるんや。褒められて嬉しくなる男はおらんからな。いやこれはね、ほんとよ。みんな見てる女の子も多分多少ならはいるかもしれないけど、これはほんとですよ皆さん。褒める、まあそれが難しいんだけどね。顔とかを褒めればいいんですか。褒めるってことは、ああそうやな、顔とか声とか性格とかな。相手が小金持ちそうな男やったら、服装や靴、腕時計を褒めるのも効果的めやで。おいさすが。私、真島さんのこと生まれて初めて尊敬できましたよ。生まれて初めて。変な眼帯してませんね。ね、それがなんかめっちゃ失礼なこと言ってる。いやでもこういう天然はいいのかもしれないね。ちょい待てよ。その褒め方を俺はバカにしとるとしか思えんがな。え、あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど。いいよいいよいいよ。すいません。天然だからね、許しちゃうよねこういうのね。やれやれ、うまくできるようになるまではまだまだ時間がかかりそうやな。次は何話そうかな。そうやな、ゆきちゃんは特技とかあるか。いや、きっとないだろうな。勝手に決めつけちゃったよ。何言ってるんですか。私だって特技くらいありますよ。なんだろう、気になるね。ん、お、あるや。どんな特技なんや。ですね、よくお年寄りに好かれたりしますよ。いいじゃない、お年寄りに好かれるってね。あー、まあ孫はちょっとあれだから、まあお年寄りのお客さんに寄り添うのもいいのかもしんないね。ふん、その特技あったんか。じゃあゆきちゃんは年寄りの客にうってつけやな。あ、確かに私はおじいちゃん子なので、お年寄りのお客さんと話してる方が自然に喋れる気がしてたんですよね。いいじゃんいいじゃん。おいおい、そういうのあるな、早く言いや。ゆきちゃんの立派な特技使わなもったいないで。まじまさん、おお、すいません。いいねいいね、ありがとうございます。それじゃあ、ほらこれからゆきちゃんには年寄り専属担当になってもらうかな。じいさん客ばっかり回すわ。若いお客さんも多少回してほしい。まあ、そうね、そうね。そりゃそうだよね。じゃあ今度は逆にゆきちゃんの苦手なことについて教えてくれ。何かあるか。苦手なことたくさんありますけど。なんだろう。やっぱりそうか。まあ失礼ですね。いや可愛いね、ゆきちゃん怒った顔も可愛いじゃん。冗談や冗談、たくさんあるならその中の一つでもええ教えてくれや。そうですね、真面目な話をしますと、私男の人と話すことが苦手です。結構ちゃんと喋れてるけどね。え、男と話すのが苦手やったらなんでこの花店で働いとるんや。それはですね、そうだ、苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。まあ慣れとくのは大事だからね。でも嘘ついてるとは思えなそうだけど、まあ一応俺も男やで。中華忘れてるかもしれんけど、俺も一応男の人やで。あ、確かにそうですね。真島さんとは私普通に話せますね。ちょっと免疫ついたのかな。なんでやろな。やっぱり俺の溢れ出る包容力のおかげかな。ま、真島さん結構ね、女の子をさ持ち上げるさこと上手いもんね。おお、それはないですよ。真島さんは多分
男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。いやこれはね、落ちますわ。女の子落ちますわ。これはマジマサの横にね座ってたらね、落ちない女はいないんだよ。なんやと。おい、それはどういう意味やねん。すいません。いや可愛いよゆきちゃん。おいいじゃない、いいじゃない、ナンバーワンのさ風格出てるよ。さてとこんなとこやろか。ご苦労様でした。いやなかなかよかったゆきちゃん。疲れ。おうご苦労さん。ほんで今回の練習についてなんやけど。パーフェクトの練習やったらイエーイ。ゆきちゃん会えてねえやんやけど、あんまり会話が弾むからついつい練習ってこと忘れて楽しんでもうと。いや楽しかったよ。本当ですか、よかった、ありがとうございます。この調子で頑張ればきっといつか誰とでも盛り上がれるようになるで。そうですかね、でもかなり自信がつきました。これからもっと頑張ってみます。よかったよかった。おいおい、レベルが上がってる。よしよし。お、いいじゃないいいじゃない。これドレスアップ一人しかできないのか。もう一人やりたかったけどね。やっていきますか、この3人でね。通常営業、これがなんかあんの。このメンバーで営業開始しますか。はい。おお。いらっしゃいませ。さすがだね、ファジマさん。いらっしゃいませ。おいいじゃないじゃない、ゆきちゃん輝いてるよ。ナンバーワンですわ、これは。これはナンバーワンだわ。営業中は営業時間内にできるだけ多くの売り上げを上げることが目標になります。なるほど、了解。おっしゃ、やりますか。どうも。どこどこどこ、来た来た来た、お客さんがどこ。おいおい、貧乏。したら、いやここはちょっと早速ゆきちゃんいけますか。ゆきちゃんゆきちゃん、どう、よろしくお願いします。イマイチか。はい、イマイチじゃねえよ、こんな可愛い子ついたらさ。イマイチじゃねえよ。なんだと、どうだどうだ、時間着か。よろしく頼むよ。おいし、来た来た来た。したら、ここはね、何個出るか。ちょっと申し訳ございません。あ、大丈夫か。したら、お願いします。お、会計お会計。怒ってるやん、怒ってるやん。お会計。いらっしゃいませ。したら、待って待って、ズーム。ご延長はいかがですか。したら、お会計やな、お土産を渡してみるか。おいしおいしおいし。したら、こっちには、こっちにもう一回ゆきたんつけるか。ようこそ、サンシャイン。いいんじゃない、いいんじゃない。はい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 、どこどこいいんじゃない。したら、よろしくお願いします。楽しませてね、遠藤さんを。おお、ちょっと消えよくなった。おおおよ、おお、いいじゃないいいじゃないな。おいいじゃないいいじゃない、お願いします。おお、会計お会計。おばばば、あ、忙しいな。じゃあここは、ありがとうございました。おいおい、オッケー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 。あんまりか、ちょっと待って、帰る帰る、遠藤さんに帰って。お願いします。おおお、お会計お会計。ご延長はいかがでしょう。ご延長はいかがですか。延長ね。おっしゃー。よし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 、どうぞ。ありがとうございます。おお、いいじゃないいいじゃないいいじゃない、いいじゃないいいじゃない。お、めっちゃめっちゃお金使ってくれてる。おいおいおい、そ、ここはなめこちゃんね。あ、ダメか、なめこちゃんダメみたいだな。ここ、したらめっちゃフィーバーやってるかな。かわいいだよ。そう、女の子がまだ3人しかいないからね。お願いします。お会計です。お願いします。おいおい、したら、待てご延長はいかがでしょう。ちょっと微妙だな。お土産を出すか。こちらになります。よかったよかったよかった。
ダイヤモンド、まずダイヤモンドで帰ることが大事だからね。ここね、攻撃の目を出すか。こちらになります。おいしょおいしょおいしょ。トラブル、トラブル、どうしたどうした、どうした、トラブル、トラブル、どうした、ごめんなさい。ちょっとここはお詫び品を出すか。よかったよかったよかった。ここはまず謝らないとね。したらここはゆきちゃんをつけるか。お待ちしてました。美人さんだな。おいしょ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 。やっぱゆきちゃんは有能だわ。ゆきちゃんゆきちゃん、おいしょおいしょ。ようこそサンシャイン。まさこちゃで。おーおー、また来たまた来た。おいおいおい、ここはなめこちゃんなめこちゃん。いらっしゃいませ。楽しませてくれや。おいしょおいしょおいしょ。いい感じいい感じ。あ、ゆきちゃんの体力がな、ちょっと大丈夫かな。おお、いいじゃないいいじゃないいいじゃない。疲れた。あ、ゆきちゃん大丈夫か。でここはちょっと変えた方がいいな。盛り上がりましょうか。ここはちょっとゆきちゃん休ませで、またね、変えた方がいいかもね。おお、ここはちょっとゆきちゃんに変えて、お願いします。ここはなみこちゃんかな。あんまりだな。どうだどうだ。あ、調子悪くなりそうか。あ、ゆきちゃん大丈夫かな。でしたら、ここは変えた方がいいかな。どうしようかな。ここは、あ、これ外せないのかな。調子悪そう。調子悪そう。ちょっとどうしようどうしよう。外せ。あ、大丈夫かな。なんかさ、サンシャイン。よろしく。おいしょおいしょおいしょ。したら、ここをゆきちゃんにしたほうがいいな。いいねいいね。おお、結構難しいな。あ、でも7万円。はい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 。まあまあかな、まあまあ。あ、でもゆきちゃんのレベルが上がった。よし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 。ゆきちゃんすごい、103万も上げてる。泣く泣くいるね。ありがとうございました。おいしょおいしょ。ありがとうございました。ふう、こんなもんかの。しかし客も7個もちょっと少ないの。コツコツ栄養を重ねて増やすしかないんかいな。女の子を増やすならやっぱりスカウトが一番ですかね。スカウトか。店に所属する女の子は街でスカウトしたり、達成目録で得られる CP を使うことで増やせます。なるほどね。女の子が少ないとライバル店に勝てるような店舗にすることは困難です。早めに女の子を確保できるように努めましょう。なるほど。あとお店の客を増やすにはコツコツと営業するのもいいですが、町のお店と提携するのもいいと聞きますよ。その店舗にはお金を払うことで提携関係になってくれるお店が存在します。提携関係になったお店はお客を紹介してくれます。それにより一気にサンシャインのファンを増やしてくれます。ファンが増えれば来客が増え、売り上げが上がります。いいお店を見つけたら積極的に提携を図りましょう。なるほどね。女の子のスカウトに町の店と提携か。営業以外にもやることはたくさんあるんやな、はい、店の外も中も戦場です。いろいろとよろしくお願いしますね。まあやれるだけやってみるわ。しかし本番にキャストが少ない店やな。これでは営業もままならん。どうしたもんか。せや、この前オデッセイとトレードしてグラウンドに入ってきた子がおったわ。望みさえあればグラウンドはなんとかなる。他の子をこっちの店で引っ張ってきてもええやろ。早速手配しとこか。梅、あ、梅ちゃん、キララちゃん。でもマジャマさん、さすがですね。初めてとは思いませんでしたよ。この調子でいけばあいつらを倒すのも夢ではないのかも。うえ、来たな、ドット日野。誰を倒すのも夢ではないって。うう、日野。早速だが約束通り結論を聞きに来たよ。どうだ、この店売る気にはなったか。ならねえな。答えはノーだ。いいねいいね店長。そうか、おんぶに済ませたかったのに残念だ。おいおい、お前らなんだなんだ、やる気か。うん、な、なんだこの分からず屋に世の中の厳しさを教えてやれ。くっ、最後は暴力で解決か。この卑怯者の。これは卑怯だよ。何度でも言うがいい。イエスと言うが早いか、死ぬのが早いか、楽しみだな。やれ。ちょっと待てや。
なんであんたは陽田藩に頼まれてここの支配人をやることになったマジマッチューもんや。俺の目が暗いうちはうちの店で勝手なことをさせへんね。支配人、ふっ、なるほどね。確かに無能な陽田が店を続けるより他の誰かに託した方が賢明かもしれないね。それになかなか喧嘩慣れしてそうな男だし、用心棒も兼ねてるってわけだね。バカなりに考えたね。感心感心。どうします、こいつも一緒にやっちまいますか。こいつらがどうあがいていくのか少し興味が湧いてきたよ。潰すならまた今度にしてやろう。ファイブスターを敵に回してどこまでやれるか高めの見物といこうじゃないか。命拾いしたね、ヨーダさん。そしてマジマさん。まあ、せいぜい頑張ってくださいよ。気が向いたら、ひねり潰しに来ますから。上等や。お前らの汚い手を使った支配なんて、俺がぶち壊してるで。そっちこそ、覚悟しんや。ふっ、生きがっていられるのも今のうちだ。ファイブスターをあまり舐めないことだな。もう来んな、来んな、来んな、来んな。ありがとうございました、マジマさん。気にするな。本当の戦いはこれからや。さっさとこの店を立派な店にして、あいつらに対抗できるようにしないとな。頑張りましょう、マジマさん。店の営業したいときは私に声をかけてくださいね。お時間のあるときで構いませんので。本業の方もあるから、付きっきりで面倒を見れるわけはないけど、暇があったらちょくちょく来るようにするわ。想定盛りファイブスターか。思ったよりも厄介な相手になりそうやな。ふふ、マジマゴロ、面白くなりそうね。誰誰？ちょっとなんか横顔可愛かったけど、山形藩が俺にキャバクラを見とけ言うたわけ、少し分かったような気するわ。と思った以上に、時間食うてしもた、そろそろグランドに向かおうか。いやー、なかなかね、よかったよ。これでキャバクラケアをしてくのか。ちょいちょいさ、在籍増やして女の子もまたさ、やってこうかな。アンリセレクトの女の子可愛かったんじゃない？あれはね、ナンバーワンになりますよ、皆さん。ちゃんとね、みんなコメントしてね。絶対あれはね、ウケると思うんだよな。アンリ的にはね。よし、グラウンドに急ぐか。なんだなんだ。邪魔や。ほら！すいません。おー、グランド着いた。こっちのお仕事も大事だからね。